だから2、3歳児から貢献することに感謝する。そう。これも上から目線で決めつけるんじゃなくて、同僚も、あ、助かったって言うと、そう、え、じゃあもっと持ってこようかって、あ、こっちも持ってきてくれる、ありがとうって言うと、同僚もいい意味で調子乗って助けてくれるみたいに、子供も調子乗って助けてもらう。はい、平本卓です。元小学校の先生で今は保護者の方や先生方の相談に乗ったりしてるのちゃんです。質問が来てます。こちらでお話しされている子供との横の関係というのは子供が何歳くらいの時から始めるべきでしょうか。2歳半の娘を育てている自信のない専業主婦です。いいなりになりつつあるのではと思い心配なのですが、2歳半にはさすがに早すぎるかなと思ったりして、まさに上下している時です。アドバイスいただけると幸いです。のんちゃんどうですか。そうですね、うん、横の関係はもう言うなら生まれた時からなんですけど、もっと言えばお腹にいる時から対等に関わって会話していきたいところですけど、そうです、そうです、生まれた時からですね。そう、うん、で相手がどうやってもできないことっていうのはお手伝いしてあげる必要性がありますよねっていうところで、生まれてすぐは動けないし立てないし泣くことしかできない時はやりますと、そのお世話はやります。で話し出せば話すところでできることをやっていきます。なのでできないことっていうのは手伝うんですけど、それはやってあげるじゃなくて、できないのでサポートしますっていう関わりはもうお腹の中にいる時から、生まれてすぐからじゃないかなと思いますね。大前提って、私はすごく信頼できる何でも話せる同僚と話すような感じだと思ってますね、うん、同僚がいきなり暴れ出したり物投げ出したりしたら、ちょっと何してんのって怒るわけでもなく、うわーとか言いなりになるわけでもなく、あ、ないないさんちょっといいですか、今ちょっとこのタイミングでこうされるとちょっと私こう困るんですけど、もうちょっとこうしてもらっていいですか、うん、でひょっとしたらそれで子供はそれでもやり続けるかもしれないけど、それでも引き続き同僚の何でも話せるして、先ほども話したんです、やっぱちょっとまだそれやり続けるとお母さんとしてはちょっと困るんですけど、うん、なんかね、気晴らしするとしたら他のもないんですかね、徹底的にかかり続けるんですよ。そうです、そうです。最初はポカーンとしてたりなんじゃみたいな感じになるんだけど、何度も何度もしてたら、どうもこの人は本当に自分を横の関係だと思ってくれてるし、言ってみれば子供扱いされたらそれはそれで嬉しいんだけど、甘えん坊になって暴君になって王様女王様になる可能性ある。もういいから言うと従う場合もあって、ビクビクするかもしれないけど反発する場合もある。で、一昔前、昭和の時って上から目線でしつけたらバツッとっていうのに対して、今私の印象は令和はビクビクおどおど言いなりになって振り回されて奴隷化現象になってるんですよね。で同僚の友達がもう自由奔放にしてたら、うわしょうがないと思わなくて、あ、なんやさんちょっといいですかね、昨日も話したんですけどって言ってめげずにやり続けると思うんですけど、どうでしょう。そうですね、うん、本当にそう で、うん、でこの同僚の〇〇さんがお願いをしてもずっと暴れて物を投げるっていう状態だと、じゃあ将来どうなりますかっていうと、人が離れていくわけですよね、うんうんうん、でこれをアドラーが論理的結末とかって言ってたりしますけど、うんうん、なので子供がここでそうやって物を投げられるのはすごく困ります、やめることはできますかって聞いた時に、それでもやめる、これ2歳でも一緒です。もう言葉喋れるなら私はそうやって呼びかけるんですけど、うん、それでもやってる場合だと一緒にいられません、離れてもらってもいいですかって言って、こちらが距離を送って、人ってやっぱり一人ぼっちになる、構、うんうん、ってくれる人がいなくなるっていうのはすごく恐怖です、うんうん、なのでそうなると、ピタッとやむことが多いです。泣きわめきとかもそうです、うんうん、でその時にやめてもらって助かります、うん、そしたら一緒にいられるよっていう関わりを結構根気強く何度も何度もやっていくっていうのは私はしますね。あの同僚の場合も嫌がることをずっと続けてたら、ちょっとごめんね、もうなんかそういうことをされ続けるなら私ちょっと一緒にいれないわ、ちょっと距離置かせてねって置くわけですよね。で同僚の場合はこれで口頭でって思うんだけど、子供の場合は物理的に、もうその場で即時的に場所を変えるなり、本人がすぐ分かるようにする。そうですね、分かるようにします、うん、ここはちょっと大人の同僚との違いですよね、うん、だから子供たちって経験不足でやったことないことっていうのが大人より多いだけで、うん、基本的には一緒だなっていうふうに思うんですよ、うんうん、なので一緒に料理をしますとかいう時にも、私は一人一人にこれはやったことがありますか、得意ですか、できそうですかっていうのを聞いて、本人ができるとかやったことないとかっていうのを言った時に、分からないところはじゃあ一緒にやりましょう、うん、
ましょうと。でもそれ以外は自分で決めて自分でやってごらんっていうのが、はい、一番大事かなと思います。でみんなやりがちなのは困った場面でどう対処したがいいかばっかりに意識すぎるんだけど、うん、私が大事なのは2つあって、1つは2人で一緒に楽しめる、ね、同僚と何々さんとこれやってたら楽しいわって言われると、言われた同僚も嬉しいように子供も嬉しいのが1つ。2つ目は何かちょっとでも手伝ってくれたり、本当ね2歳3歳児でも何々取ってきてくれたら、お母さん助かれたら入ってきた、助かった、あなたがこれ持ってきてくれたおかげで料理できたよっていうと、子供はどん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 貢献する方を面白がってくれる、うん、つまり騒いで気を引いたりわがまま言ったり自分の言いなりに振り回すことよりもどんどん持ってくる。だから2、3歳児から貢献することに感謝する。そう、これも上から目線で決めつけるんじゃなくて、同僚も助かったって言うと、そう、え、ちょっともっと持ってこようかって、あ、こっちも持ってきてくれる、ありがとうって言うと、同僚もいい意味で調子乗って助けてくれるみたいに、子供も調子乗って助けてもらう。そう、これ助かったっていう貢献感を感じてもらうっていうのがすごい大事で、よく見るのが持ってこれたの偉いね、上から目線なんですよ。そう、これが偉いねって言われるかどうかでやるようになっちゃうともったいなくって、同僚に荷物持ってこれたんだね、平本さん偉いねって言われたらって感じになるんですよね。もう嫌なんです子供も。一方でね、下手に出てごめんね持ってきてくれてって言って、下手に出るのもやっぱりまずくって、普通に同僚が持ってきたらごめんねのんちゃん持ってきてくれてってなんか信頼ないんじゃないって感じなのでのんちゃんありがとう、それ助かったわって言うとまた持ってきたいと思うんで、もうね生まれた時から横の関係なんだけど、まあ言葉喋れるまでは外国人なんでちょっと忍耐が必要だけど徹底して横の関係ってアドラの発想ですね。はい、ぜひ試してみてください。試してみてください。1日研修したらこの講座分元が大切です